ギタリストの今堀義明です。京都でバンド活動したり作曲をしたり、ギター教室やオンラインサロンを運営しています。はい、突然ですが、皆さんはアンプカバーを、使ってますでしょうか。はい、今日はですね、僕が、4年以上使ってきたアンプカバーがあるんですけども、アンプっていうのはね、こういうギターアンプの、カバーですけど、それをねレビューしていきたいと思います。まず、実物をお見せします。はい、じゃん、はい、こちらになります。錦アンプカバー、メイドイン福井、国産です。はい、ちょっとねこれは、もうね4年以上前のやつで、ちょっとねロゴは当時とちょっと今は違うみたいなんですけども、ですね、これは2017年かなに、作ってもらって、もうねライブで、こういうねアンプを、運ぶときはもうずっとねこれを使用しています。はい、まあ実際ねこのアンプ、例えばこれ用の2ロックのヘッドなんですけど、これに完全に合わせて作ってもらいました。もうこんな感じです。はい、で、こう持つ感じですね。はい、でここにポケットがあって、こういうねまあちょっとした小物、まあ、僕はこの、スピーカーケーブルとか電源ケーブルをここ入れてます。はい、まあ、こんな感じで、このねアンプカバー僕愛用してるんですけども、まあ普通のカバーと比べたら何が違うかっていうと、これをね手に入れる前はですね、こういう結構ね薄めのちょっとペラペラの、カバー使ってたんですけど、まあこれもね別にその何が悪いとか、特にねめちゃめちゃこれが不満だったわけじゃないんですけども、何が違うかっていうとね、これ圧倒的に生地が違うんですよ。生地がもうすごいね強度の高いテントの生地ですね。はい、こういうね、まあ分からないかもしれないですけど、ビデオではねこの質感分かりづらいかもしれないですけど、テントに使う、すごい強度の高いやつです。はい、でクッションもこの中に、約、1.5 センチほどのこうね程よいクッション感あります。はい、でね防水性能もあるんで、ちょっとぐらいの雨でしたらまあこれで大丈夫かなっていう感じです。これのいいところは、邪魔にならないんですね。普通のねなんかフライトケースとかですと、もうアンプをね丸ごと入れるケース、あれはすごい丈夫だと思うんですけども、もうアンプ以上の、でかさと重さも結構あると思うんで、まああれはあれですごい、あのトラックとかに入れたり、あのね、まあツアーでねスタッフとかもいっぱいいて運んでくれる人とかもいっぱいいると便利だと思うんですけど、まあ、僕の場合基本ねもうほとんどね自分一人で、搬入してるんで、で運んだ後はですねこう外してもうこう丸めとけば本当に邪魔にならないんで、その辺置いとけばいいんですね、これを。はい、これね結構大事だと思います。あのお店によってはね荷物置くとこ少なかったりするんで、まあ、これだと、かさばらないんですごいいいです。どれぐらい丈夫かというと、まあ、4年以上、前に買って、もうその間ね本当にいろんなとこツアー行きました。もう、東京の方も行きましたし、まあ、北陸の方も行きますし、一番遠いところで言うと北海道もねこのカバーかけて行きました。はい、なのでそんだけ移動してもですね、まあダメージってそんなにないですよね。まあ確かにねこういう擦れてる感じはいっぱいあるんですけど、はい、こういうね擦れは見受けられるんですけど、まだまだ全然使えるなっていう感じです。でこの間ですね10月の頭ぐらいに、大阪でライブあったので、まあここ京都なんですけど大阪までねこのプロリバーブを持って車で運んだんで、その時の様子を、ご覧ください。今からね大阪でライブなので、このね荷物を積むんですけど、このアンプに、カバーをねかけていきたいと思います。まあ、かけると言っても本当にかけるだけなんですけど、これですね、
これをコスポッと、ね、こんな感じです。もう上からスポット入れて、はい、こんな感じで、ケースカバーですね、はい、でこれで車に乗せます。まあ、こんな感じで、まあ、車でもですね、あの他の荷物、アンプ以外にもギターだったり、あの時入れてたのは荷台ですかね、荷台とか、あとなんか三脚とかね、いろいろマイクスタンドとかあるんで、まあ、そういった時に、ブレーキ、急ブレーキ踏んだ時にちょっと中の荷物がこうごちゃってなっても、まあ、これがあれば、アンプそのものにね、こうダメージ、こういうとこデリケートなんで、このカバーあったら安心だと思います。あとまあ家だけでしか使わないっていう人も、まあ、これあればこう被せとけばね、あのホコリとかたまらないんで、いいと思います。で製作はですね、アンプに合わせてもうオーダーメイドになります。なので、自分のアンプをねこう採寸して、オーダーするんですね、はい、で僕もですねこれもう4年以上使って、この2ロックこれ用と、あとこれのキャビ、これも、このキャビ用のやつもありますし、さっきお見せしたプロリバーブ用もあるんですけども、ね、このデラックスアンプはまだね作ってないですよね。なので今からねこれをオーダーしようかなと思って、はい、これですね、このねデラックスアンプ64年生こいつの専用のカバーオーダーしようと思います。ちょっとね実際どんな感じで、採寸するか、今からお見せしたいと思います。まずねオーダーすると、まあ、こういう、アンプサイズ入力画面みたいなのがあるんで、これに沿ってやっていけばすぐ簡単にオーダーできます。例えば初めのとこはこう斜めパネルになってるやつ選びますね。選んで、で、まあ、こういった形のアンプのね形によって、すごいね細かく、例えばこっからここの長さ、こっからここの長さとか、ここの長さとか、この長さとかを全部、測って、自分で測って入力していきます。それでねオーダーできます。はい、ちょっとやっていきましょうか。例えば初めの A、 多分ねこれ取っ手のくり抜きのとこだと思うんですけど、はい、16センチかな、はい、でこれで入力していったんですね。16センチメートル、 B はこの取っ手の距離、24.5、はい、こんな感じで、はい、これでね今、ちょっとね自分で採寸して、入力しました。でこれをね、まあ、送信するだけで、これでオーダー完了のはずです。はい、まあ、あとはねこれで、何週間か経った後完成したら送られてくるっていう、流れになってます。はい、でまたねこれ、完成したら、この YouTube の方で、動画撮りますので、ぜひお楽しみにお待ちください。はい、でこのね、錦、アンプカバー、気になる方は概要欄の方に URL、ありますので、そちらから、飛んでみてください。
では、この動画面白いと思っていただけた方はいいねボタンでよろしくお願いします。チャンネル登録も、ぜひよろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。